今回はカメラの大林さんとカメラの北村さんで購入したものを紹介したい、していきたいと思います。じゃあちょっと箱がちょっと特に大林さんの方が大きいので、ちょっと開けて紹介したいと思います。余談ですが、大林さん前回から、なんだか OM1 からかな利用してるんですけど、かなり梱包が丁寧です。なんかこれ、プチプチに包まれてる上になんか箱の中も、エアバッグみたいな。で、包まれて、さらにプチプチで、この他のプチプチでもやら、なんか、がそこに引いてあるって感じの、かなり梱包すごいと思います。ここからに入れて動かない感じにちゃんとなってます。うん、完璧に。でもなんか、前回から使い出してから思うのは結構、信用ができるかな梱包に関しては。っていう余談でーす。で、今回、大林さんで購入させていただいたのがレンズで、北村さんで購入させていただいたのがテレコンバーターになります。じゃあ、ちっちゃいちょっとテレコンバーターから紹介していきたいと思います。これ、MC14 なのか MC14 なのか、その 1.4 倍のテレコンバーターでーす。かける 1.4 倍。で、2倍と 1.4 倍があるのかな？で、なんか 1.4 倍が、なんかこれとセット販売があったり、レンズと。なんか評判が良さそうだったんで、今回は 1.4 倍にさせていただきました。で、プロレンズでもプロってあるんだけど、プロ系の、なんだっけ、テレコンバーターなのかな、プロって書いてあるのかな、うん、っていう代物でーす。で、こんな感じでーす。じゃあちょっと開けていきます。よし。あ、これも重かった。説明書で。普通こっちになってない？で、これもあれ？これも説明書、これなの？無償書だ。だから。そうだ、見えちゃったな。見えちゃいけないの。で、これが説明書。で、こちらが本体の前に、なんかそこにまだあります。あ、ポーチ。花びら付きだ、すごいね。花びら付きのテレコンバーターポーチになります。花びら付きっていうのも結構すごいのかな。うん。便利だね。うん。なんかソニーは違かったです。で、こちらがテレコンバーターになります。なんだっけ。蓋を開けることは自分はちょっと神経質なんで、しませんが、こんな感じです。こっちか。で、こんな感じ。で、1.4 倍って書いてあります。で、こんな感じ。で、これにレンズをかませ、あ、こっちを本体につけてレンズをかませて、なんで、1.4 倍にするっていう。テレコンバーターでーす。じゃあ、ちょっとこっちは置いといて本番いきます。本番？で、こちらが今回購入した、見にくいかもしれない、ここかな。40-150 の F2.8 のプロレンズ、F2.8 同士のプロレンズになります。で、これがオリンパスの、なんだっけ？OM1、オリンパスね。OM システムの OM1 を買った時に後悔があるって言ってたレンズになります。で、でもよくよく考えれば、ついてきた12100F4 同士のプロレンズ？あっちの画角も、一応、ソニーの方で、タムロンさんの28200かな？をちょっと今、オランが使ってるんだけど、カメラにつけて。そっちを持ってんだけど、自分的にはそのレンズの、なんだっけな、焦点距離をその1本しか持ってないんで、便利っちゃ便利だと思うんですけど、24の200なのかな ?12 の100だから。多分フルサイズ換算すると。で、便利っちゃ便利だ。広角から望遠まで、ある程度の望遠まで撮れるって、便利っちゃ便利なんだけど、やっぱり F4 っていうのは、ちょっとだけネックになるかなって、自分もっと明るく撮りたいかなって思って、この40なんだっけちっちゃい。150。150。だからフル換算にすると、300の ?80 の300。そう、80の300になるってことです。だから今、ソニーで持ってんの最大倍率が、自分持ってんのその200だから、それよりもちょっと伸びるし、そうすると、なんか、ディズニーシーとかそういうところで遠くを撮るのには向いてるかなって。まあ、近くを撮るにはね、100、本当は12100の方がいいんだけど、広角で撮るには。でも、ちょっと望遠が伸びて、雨の日とか軽くしたいなってものを、今日は、
ちょっと撮って帰ろうかなっていう時にはこういうのがいいのかなと思って。で、これ、それと、なんでかっていうと、なんで、キャンペーンやってて今、オリンパスの OM1 買うとな、オリンパスじゃないんだ、OM システム。すいません。OM システムの、OM1 を買うと、キャッシュバックキャンペーン入って、これが入ってる。で、じゃあこっち先に一応買えばよかったじゃんって話なんだけど、その時にキャンペーンを、OM1 の時にも言ったと思うんだけど、見落としちゃって、カードってかなんかな、もう一つ二つあったんだな。なんかクオカードだっけ ?OM1 だけを、本体を買ったら、そう、クオカードみたいな?がもらえるみたいなやつで、そっちだけしか見てなくて、でも後でよくよく調べたらなんか、OM1 の本体と、このレンズを別に買った場合にも、それぞれのレンズで、キャッシュバックされる金額は違うんだけど、キャッシュバックがありますよっていうキャンペーンもやってて、その中にこれ入ってて、確か1万5000円引きかな?キャッシュバックかな、引きっていうか。うん。それもなんか変なカードかなんか。うん。そう。買ってくるみたいな。そう。で、あ、こっち買えばよかったかな、明るいレンズがよかったかな、って思ってて、ずっと悶々としてて、どうしようかな、って。で、ついに買うてしまいました。っていうお話です。じゃあ、開けていきまーす。じゃあ、それいいかい?はい。あれ?なんだ?そっち?そっちか。そうやね。見せてもらった説明書 40-150F2.8 でもフルサイズ換算なので 40-150 ではないです。だからさっき書いてあった83秒かなになります。でこれがレンズポーチになります。これはこのままにしときます。多分レンズポーチはほとんど自分付け替えないんで、付けたらだからこっちはこれ、あ、家の中で慎重に付け替えるんで、多分外では付け替えないんで、このレンズフードは多分使わないと思います。で、この発泡スチロールを抜いて、じゃあいよいよ行きます。よし。で、こちらがレンズ本体になります。別にあれなんだ。そうですね。レンズ本体になります。やっぱりなんかかっこいいね。黒光りしてて。かなりかっこいいと思います。で、重いです、やっぱり。持ってみ。信じる。結構重い。でもなんか、フルサイズに比べれば、そんなでもないです。で、これが三脚座。ここに三脚をつけると、その本体がちっちゃくても、その安定して、こうやってつけられるってやつです。40、150。ねえ、まあ他の人は見せるんだけど、自分はちょっと神経質なのでレンズとか見せないでおこうと思います。でこれがマニュアルとオートをすぐに変えられるってやつです。これ結構便利だと思います。で40から150で、これが絞りかな。あ、これがえいいんだよね。これがんフォーカスだ。しもいじゃねえよ。で、まあ、レンズです。で、こっちが、これが、レンズフードになります。それで、自分ちょっと知らなかったんだけど、レンズフード、これ、取り付けた後の図なんですけど、取り付けた状態でここ?このリング?おい。左クッてやってるとこうなります。で、これで、そのまま持ち運んだり保存したりできる。だから、本来は普通のレンズのあれっていうのは、こうやるか、この状態で、これを取り外して後ろにつける。反対側に。で、多分、収納してる人が多いと思うんですけど、まあ自分もそうなんだけど、それをワンタッチでワンタッチっていうか、このクイッて左に動かして後ろに下げると、そのままこの大きさになるっていう。いいね。うん。運ぶときね。そうそうそう。だから、そう、バッグに入りやすいっていう?かさばらない。うん。っていう仕様になってるのを初めて知りました。で、自分的に、このレンズがいいところっていうのは、この、インナーズーム?普通のズームって、例えばこの40がこうなんですけど、この、広角部から、なんていうんだろう、この、なんていうんだっけ?望遠部?までやると、ここが伸びるんですね。普通は。
そのタムロ妹が、そのオランが使ってるタムロのレンズもそうだよね。普通は伸びる。振動式とかなんとかって言うんだっけ？わかんないけど。ちょっととりあえず伸びるんです。でも、このレンズの場合は、この40から150にしても、内部で変わるだけだから、このなんていうの？長さが変わらない？ずっと。だから、例えば首から下げてても下に落ちることはないし、この骨が伸びて、下が落ちるっていうか伸びることもないし、っていう仕様で、これがやっぱりいいなと思います。自分的には。ちょっと白飛びしちゃったけど。これちっちゃくて望遠がフルサイズよりマイクロソーサーとかちっちゃいセンサーって良くなると思ってる、良くなるんで、自分としては、まあ、12-100と、この40-150?80 だから300かなになるので、もうオリンパスのレンズは多分十分かなって。その、多少重くても単焦点とかだと多分フルサイズの方がいいと自分的には思うんで、まあこれ以上の望遠が欲しいと思えばあれなんだけど、結構オリンパスも望遠ってなるとピンキリになってくるんで、その辺はこれぐらいで割り切ろうかなと思ってます。あくまで自分の場合はなんだその雨の日とかどうしても何かあって疲れちゃうけど持ってきカメラ持ってきたいっていう用途なんで、オリンパスはそうなると今のところはね、ここが妥協点かなっていう。レンズのキャッシュバックもまあなんですけど、本体と普通はキャッシュバック、レンズのキャッシュバックってやつ、レンズだけのキャッシュバックってないのかな、あんまり。っていうか、ないのかな。だからそうなるとね、お値段的にも、やっぱりここが妥協点で、これぐらいかなって感じがします。だからまあ、これがすごく映ってくれることを願っております。じゃあ、以上が北村さんで買った、あ、しかもこれで 1.4 倍できるから。このテレコンバーターつければ。だからかなりこれで満足できると思います。じゃあカメラ、もう一回今カメラの北村さんで買った 1.4 倍のテレコンバーターと、カメラの大林さんで購入させていただいた F2.8 同士の40-150、フルサイズ換算で80-300のレンズになります。以上です。